山下李三郎は日本の作家、探偵小説界の先駆者の一人とされる。小説家の江戸川乱歩がデビュー当時同時期に活躍した作家の中でも公的主として最も強く意識された人物であったが、その後の評価は低い。本名は山下平八郎、四国出身、幼少時に京都府へ転居した。後継ぎのいない叔父の後継ぎとして、 山下聖に改正したというが、旧姓は不詳である。学部知床を営んでいたが、詳細な経歴も明らかではない。様々な事業に手を出したようだが、自伝によれば、画家を志したが、洋家の理解が得られず、断念したとも、現行稼ぎをしていたが、金銭的に困難なために、文業を見切り、画業に転向したとも、画業の中で探偵小説を思いついたともあり。 詳細には不一致が見られる。1922年12月号に白文館の大衆雑誌新趣味に入選作品誘拐者が掲載され文壇にデビューした。その後雑誌新青年で作品発表の機会を得た。文学の発展期においては早くに良い機会が得られたと言える。誘拐者で登場した私立探偵とその助手は 他の山下の作品にも登場しており、シリーズ作品に同じ探偵を登場させるという手法は、乱歩作品の明智小五郎に先んじていた。1925年に探偵趣味の会の導入となり、1927年には探偵映画、翌1928年には両機とそれぞれ雑誌総監に携わった。特に両機では発刊時の中心的人物となった。 両期1929年12月号まで連載された朱色の祭壇を最後にリサブローの筆名を廃した。同1929年か1930年頃に文業に千年のための排水の陣として京都から上京した。1933年には探偵小説専門誌、プロフィルの創刊に携わり、本名名義で作品を連載した。しかし、 探偵小説の発展に追随には至らず、次第に、文壇の中央から遠ざかった。同人雑誌、探偵文学1935年12月号に、掲載された、深夜の秘宝を最後に断筆した。東京からも去り、帰郷した。1952年に、不遇のまま、京都市左京区小五院東町の自宅で死去した。 江戸川乱歩1923年に江戸川乱歩の二千0 0動画が新青年4月号に掲載されるにあたり、販売上の都合から山下李三郎の頭の悪い男を含む日本人作家の3編の創作が掲載され、乱歩はこの中で山下くんの作が最も侮りがたいものに思われた、長年、その道で苦労してきたという感じがあり、文章なども達者で、 本当の素人の私に何か叶わないというようなものを感じさせたと評価した。新青年編集長の森下村も探偵小説として優れているばかりでなく、純米たタル、文芸上の作品として見ても捨てがたい馬味があると絶賛した。後年には評論家の中島川太郎も、いわゆる専門作家の感がありと語っている。その前年のデビュー作、誘拐者も、 山下自身は、描写や余裕に欠ける作品と改想していたものの、後年に評論家の横井司さが、甲賀三郎と比べても、引きを取らない出来栄えと評した。一方で、木工期においては、結末の意外性やどんでん返しのみで、探偵小説として通用していたものの、作風は古めかしく、本格味や情緒にも乏しかった。頭の悪い男以降も、 新青年史上で作品を発表していたが、乱歩の方は別の雑誌にも進出し、さらに創作集も発刊しており、水を開けられつつあった。乱歩自身、戦術の通り当初は山下を絶賛したものの、後に上京した山下と会い、後年、やつていけるかどうか、私は、はなはだ危うんだのであるが、見込みがないと言い切ることもできずと回想しており、乱歩から、山下の相談を受けた。 新青年編集長の横溝正史も、あんな創世張りの文章では困る。あれを直さなければ、見込みがないんじゃやないかと語っていた。山下理三郎から解明したことは、こうした批判も一因と見られている。本名名義での活動後も、プロフィル市場では、過去一切を生産して、理三郎の筆名を廃し、今後本名、山下平八郎を持つて、 これに大減ることにいたしますと述べ、作家としての意気込みも感じられたが、プロフィル編集長であった、久喜史郎は山下を、山下さんには悪いが、我々は問題にしていなかった。同志の感覚の古さは、プロフィル相関からの連載の横顔は、確かキャツという題名で、ほぼ想像がつこうと語っていた。 1935年に刊行された日本探偵小説傑作集で乱歩が序文を書き下ろした際にも当時の主要な探偵作家について山下を探偵小説界先駆者の一人であるがと紹介しているが頭の悪い男、ある哲学者の詩、裏口からなど初期の短編が最も記憶に残っている。作風はやはり上層派の人と言っていいと思うと 山下李三郎名義での初期の作品にのみ触れ、当時の山下平八郎名義での作品には触れていない。山下の活動時期が乱歩と同時期であったため、常に作品を乱歩と比較されたことで、山下元来の地味で古風な作風が弱点とみなされたとの見方もあり、時期が異なれば評価も異なったとの可能性も示唆されている。乱歩は、 山下の文筆力自体は評価しており、作家としての失敗を、ジャーナリズム遊泳術を開始としない、自尊心があったためではないかと思う。やはり文筆的には、不運な人であったと言わなければなるまい。小説家の運不運には、一概に言い切れない微妙なものがあると分析している。他、多数。ありがとうございます。